お天気のいい日は水上バスに乗りませんか？こちらが船内。1階は室内で暖かく、場内アナウンスの説明が流れています。また2階のデッキに行くと、直接潮風を感じることができます。そしてこちらがスカイツリー。ビルに映る黄金のスカイツリーを見ると、金運が上がるらしいと言われています。この後は築地大橋や両国大橋など13の橋をくぐります。さあ、浅草に到着です。歴史と伝統が息づく町浅草で、仲見世通りを歩いたり人力車に乗ったり散策しませんか？浜離宮庭園から浅草までは大人740円、浜離宮庭園の入園料は別途300円必要です。皆さんも水上バスで東京の魅力に触れてみませんか？